幸せなモーメント。はい、ニコダラチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。マリア PSPP です。そして本日の相方はもちろんこの方、いちごちゃんことマスクド森田です。あれでしょ？で私しか映ってない。うん、あれ本当だ、あれあれすごいやってきたんだけどな、後ろから後ろからやってきたんだけど、あよかったよかった、やろやろ、こっちがやろう。いやだからさ、カメラさいらないでしょ、こっち側とか、こっち側いらないでしょ、いるのこっち側のこの20円スロットの部分って逃げるカメラはいはい、閉店後の店内から朝までダラダラとパチスロを実践する当番組、なんと今回取り扱うのは秘宝殿太陽を求める者たちと、うん、ミリオンゴッド神々の系譜ゼウスバージョンとなっております。いやここちょっと懐かしいね。ここそ本当なんとですよ、うん、なんとです、なんとですよ、うん、はい、閉店後そのままの状態で実践し大移動はできないルールなので、うん、最初の選択が超重要となってきます、うん、第2デッキから高設定を推測するのか、うんうんうん、AT、ART 残りを狙うのか、うんうんうん、今回はどんなドラマが待っているのでしょうか、うんうん、まさかね、まさかカメラとの戦いがあるとは思わなかったねもう汗をかいた、もう汗をかいた僕は。あで、今日ですね578番台を打ちます、はい、でね、はい、213ゲームからなんですけれども、うん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 、ちょっと音量調節のために1ゲーム回したところ、はい、店員さんチャンス起こりました。なんか引いちゃったんだよね、1ゲームでね、ブワーって炎がブワーってやって店員さんが ここに宝石あるでしょ、そうこっちを見て、うん、やっちゃったって顔をしててそう、うん、で、まあ美味しいんで美味しいんでそのままにしましょうっていうことで、うん、1ゲーム回してあります。そうですね、うん、もあの表情すごい笑ったもうちょっとこれ高くできない、私はちょっと低いんだよね、うん、マスクロさんちょうどいいかもしれないでもそこは座高の問題だからさそっか座高の問題はちょっとまた話は違ってくるぞいや結構でもスピーカー抜いても音が大きいね、通常時からちょっとね、うん、最小にした上に、うん、さらに、うん、スピーカーの配線を片方抜いてもらうという、うん、結構無理やりなことをやってもらったんで、うん、ちなみにさ、店員さんチャンス発動した後風吹いたよね。吹いた。ってことはモード今上がってる？わからない。かも。ん？可能性はある。リプレイだったら上がってる確定。座ったら高身長なマスクドって。そうなっちゃうんですよ。結局ね、結果としてそうなるんです。ね、懐かしいよね。わかりますよ、その気持ち。随分と懐かしい機種が実戦機種に勝たせてもらったなーって。そうなんですよね、2年以上前の機械になるんですよ、うん、そう、私実は、うん、今回の実戦機種ゼウスバージョンだったんですよね、うん、それ、うんうん、5時間ぐらい前に知って、え、私系譜の勉強してきちゃったんですよ。ええで、車乗ってからなんかゼウスバージョンって知って、うん、知った理由は何あの番組ページちゃんと見てそれまで見てなかったの。そう、あ、V が出た。うん、V が出た。で、うん、私、系譜の勉強したのに意味ないじゃんと思って。意味ないことはないけどちょっと待ってよ、ワイプカメラがちょっと皆さんには今わからないと思うけど、ワイプカメラマスクドの側から映していたものを
今わざわざ外してわざわざ外してマリア正面にしたからね。なんで？まだわかんない、まだわからない。あー揃っちゃったんで、まあまあまあチャンスではありますけどね。あんたが引っ張って外したんだよって。いやでもさ、引っ張って外したりしたって付け直せばいいだけじゃん。ピンクさんのマスク堂をいじること大好き、いじるの大好きだからね。まあどうやらピンクさんは僕のことが好きらしいよ。だってすごい動いてるじゃんこの人。僕今日あの運営2人だから、車で寝ますって言ってたのに、なんかやたら動いてるもんね。すごい仕事してる。マスク堂をいじるためにめっちゃカメラワーク頑張ってるしね。生き生きしてるよね。これまだ店員さんチャンス続いてる？もう過ぎたか、ね、ちょっと待ってね、もう過ぎたね、過ぎたか、214ゲームにことが、あでも今345と345、順目だね、順目なんで、モードは高いところに来そうだねと、で今ね248ゲームです。なので店員さんチャンスでモードが上がって転落もしてなさそうじゃない？その可能性が非常に高いと思いますよ。ってことは今どの辺にいるのかな、わかりません。ちょっと、あのはい、わーいこうすりゃいいのかな、ワイプね。いやだからさ、僕が入る、ピンクさんが笑いながらなんかこうやんなきゃいけないっていうさ。でしかもこうやるとコメントとか拾いづらくなるからね。今365出なかった？出てた？出てた、大丈夫。問題ないと。どっちも一緒じゃないそうだわ、どっちも一緒だわ、一緒だわ。待って待って、割れても割れなくても一緒だわ。1でも2でもどっちでもいい。あのちなみにこれ当たってるっぽいですよ。当たってるっぽい ?365 って、いやリーチ目、ちょっとすいませんね、あの不安になってきた。あ、これは当たりました、ね、当たった、当たりました。なんで分かった？え、今炎で出会い役がなかったんで。もう一回来るよね、巨大化。あ、来た、はい、2連目。あ、コインがなくなった。3連目ー、あー、イカズチ落ちたよ。イカズチだ、イカズチでした。おー、店員や、店員さん、店員さん当ておった、当てた。に、出しますね、表では赤の中、見えないんだよな。3時対40分ぐらいかな。赤なのね、ラインによってもね、これと、あ、そうだ、揃うかどうかが、あ、揃った、揃った揃ったね。試しに狙ってみようと思ったら揃った、これ289、寝れない、あ、寝れないじゃん、やった、起こしちゃった。え、これ行きますよ、行きましょう、いきなりエクストラですよ。こうやって適当打ちでいい、適当打ち、あ、覚えてない。え、皆さん教えてください。でも、はい、何にもないときはいいよ、演出ないときはいい。赤だな、あれ狙った方がいいな、多分目押しミスってる、目押しミスってるミスってる、全部赤だな狙おう。そうだった、思い出した。波がないときは、おー、あれなんで乗った、え、なんかただの、なんで乗ったんだろう今。赤七二連、いや赤七二連があるからちょっとわかんねえな。ああ、ごめん、
赤7を取った右下、右下がりリプレイがトロウマで継続なんだね、はい、で、確か9分の1ぐらいで赤7取るんじゃなかったかな。おお、じゃあこういう時狙うんだ、狙いましょう。赤がね、うん、さあ中段はどうかと、さあ中段はどうかと、あ、来ました。めっちゃ乗るね、今赤食らってます、うん、中段はどうやら一角だったらしいですね。ほう、中段一角、うん、レア役で、あ、あ、いいですよ。あ、こういうの狙おう、こういうの狙おう、こういうの狙おう、うん、惜しい、はい、うん、惜しいが分かんないけど、あ、ごめんなさい、大丈夫、落とさないことが重要、落とさないことが重要、うん、継続させることが重要だから、オッケー、ほんと3ゲームとかで落ちるときあるからね。マジ、うん、すげえ続くなーって。おー、これは行くんじゃないの、10だ、来た、来たよ、はい、お、金になった、はい、おお、そんな揃える？しかも確かこれ2個連続で行ったりすると、なんか、なんか良かったりしなかったかな、なんかさすがになかった、惜しい惜しい、いやでも今の爆破だったからね、あっ、あー、終わっちゃった、はい、ちょっと何個乗ったかは、僕数えてませんでしたが、きっと運営が何個乗った？いや、とんでもない数乗りましたよ。5個？これが定員チャンスのすごくなって。そうだよね。私が引いた景気じゃないからね。いや、もう本気本気。冗談抜きで。いやいやいや、体を柔らかかったことなんて、生まれてこの方一度もないからね。また右上がり引いてるわ。うわぁ、来たわ。おめでとうございます。じゃあ、エビ取りしようか。あ、はい。ちょっと。あ、めぐれ。まあ、雨ぐれ流れるかなとは思ってたんですけどね。はい、え、流れてもおかしくない状況ではないですか？もちろん、もちろんそうですよ。でも、エビ取りには全然似合わないよね。マスクの歌って歌うのはいいんですけど、エビ反りには全然似合わないと思いますよ。それはどうした？え？今レッドから、今レッドから、そういえば確かにそうだったかも。何？うんこめで言ってくれるでしょうが、うん、一応ね、それを待ちましょうか。あの曲 NG の話じゃないです。そういうことです。どうした？あのね、今ゴッドゲーム4でしょ、うんうんうん、5セット以内に雨切れ流れたんで、うん、残り10個以上確定。嘘でしょ。通常で見せられないじゃん。もう無理、もう無理です。終わった。これもう無理っす。さすがにマスクには無理な。終わらない、うん、でもそもそものスタートは店員さんだからな。そう、うん、店員さんがね、引いてくれた役で当たったんですよ。エクストラゾーン中の引きはマリアすげえなと、うん、いやだからエンディングにすんなっつーの、終了してねえわ。二重よ、二重。でこれモデルのマスクロさんね、うん、おーおーおー、ちょっとやるんかい。自分で調整するんだ。
汚ねえエビゾリだなこれでやめましょうか。ゼウスステージ行ったけども何もなかったね。はい、14セットで、3281枚、じゃあで多分最低あと2セットはあるでしょうと